はい、では行きましょう。さあ、気合入ってるよ。同じパターンだと思うんですよね。ちょっと一応、魔境編のゲーム進行表を確認しますと、魔境面最大の敵、犬の大王の決心との対決、弾を32発打ち込めばクリアだと。よし。行こう。まあ、まず最適なルートを見つけるとか、あと、ドラ焼きポイント?ドラポイントですね。通称。の DP を見つける。っていうことをちょっとやっていきたい。全然 OK、全然 OK。全然 OK です、ここは。ドラポイント、あ、なに?なんで?何でした?ちょっと序盤の最初のちょっと10分ぐらいはドラポイント見つけと、あと初見殺し対応をしていこう。ドラポイントをちょっと探しながらの。ドラを出してくれる。あ、来た!ほら!よし!よっしゃ、来た!今のどのタイミングやったやろな。いや、ドラポイント探し大事よね、やっぱ。で、ドラポイントをちょっと探しながら、やっぱ、ポイントタッチなんやろなって感じですよね。あれ?ルートが。1個ドラポイントは見つけたもののという。上が正解っぽくない?大丈夫?迷路になってんねや。あ、でも合流しましたね。いや、きついよ。きついよ。ドラポイント探しで行こうか。ドゥルルルルと。どこまで来たんやろ、自分が。ちょっとわかんないですけど、感覚が。第一ドラポイントは、あの辺かなっていうのは大体。まあ、ある程度食らっててもええってことや。横スクロールになってからですよね。第一ドラポイントは。多分。また、ここか上かどっちかやねんけど。来た、これや。ルル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 ルって。いや、かわせる?あれ。無理じゃない?え、どうやってかわすんこれ。食らいながらしか。で、向き。いやー、ここちょっと攻撃激しいな。ここめちゃくちゃきつい。え、早めに上にやっぱ入れないと、同じところをループしてる感じですよね。難しい場所を。あれ、なんとかしないとな。上側に上がるんやと思うよね。空いてるところ。あれ、なんとかしなあかん。どげんかせんといかん。なんで?急に。ええねん、そんなん。そんなんええねん。集中していこう。あんまりそんなもう宮崎のことかまってられへん。どうもせんでいい、もう、宮崎は。ほんま、そこで入らなあかんのかな?これ、ドラ焼きは罠なんじゃないの?これ。このきついエリアに来るんすよ。上がろう。そう。上がらないと多分永遠にあのループは終わらない。本当に。あえてきつい方行ったらドラ焼きとかそういうことなんやろな。あっちドラ焼きあるっぽいな。あの下のタコってさ、ドラ焼きやん。ドラ焼きが下のタコやん。分かっとんね。ああちょっと待って。危ない。分かった。今、皆さんも気づきましたね。そういうことです。はい。その作戦でいきたいと思います。それで、どら焼きを、一網打尽にしたいと思います。いや、どら焼きがあると僕は信じてるので、あそこ。そっか、早めに上に入れれば、もう、どら焼きを持ったまま、上に入りたいと思いますが、そこのどら焼きのタイミングはもう、それはもう任意で。入れた。けど、どら焼きはもらえない。入れたけどドラ焼きはもらえない。そして、なんか思ってる方と違う。スネちゃま!よし。でもこのスネちゃまはほぼノーリスクやな。え、ハイリスクやな。いやでも、ちゃうんすよ。ここで多分ドラ焼きもらえるから。嘘でしょ。ちょ、なんでな。いや、俺ドラ焼き。スネちゃまとドラ焼きやったら俺ドラ焼きやから。
わー、俺ステン様とドラ行きやったらドラ行きやね。ドラ行き派の人間やね。いやー、ちょっと待ってくれやー、むずいな。あれどうしよう、ステン様とドラ行きをの欲張りプランみたいな無理かな。ドラ焼きフラグさえ立てれば上に行っても問題はないんですよ。なんかドラ焼きフラグ立たんかな。しかもなんか帰りの方が攻撃が激化する感じが鬱陶しいよね、これ。ほらテイク変わっとるな、これ鬱陶しいな。ここでドラ焼きを、なんとしてもドラ焼きを取る。嘘や、なんなん、一人でシングルの方のみですか。しかもスネちゃまの早ない、撤退が異常な、撤退の速さ。そして上のフラグ立てられず、いやこれ罪や、これは罪です。これスネをいらんね。あそこドラ焼き取った方が絶対いいな。だってスネオのその死ぬペースが尋常やないから、あんな早く行かれたら、もう価値が全くないに等しいですね。ゼロ。ゼロのスネちゃま。ここはもう、これ取って、よし、うまい。うまい、うまい、うまい、うまい。ここ早く、よしよし、あーもうひどいひどいひどいけど、よしよし、ここでちょっとドラ焼きを狙うための作戦を取ります。こう来い、ドラ焼き来い。あーわー、ドラ焼き来ねー。うそー、今の上行ったらなんかこうだかスネちゃまがいそう。ゴーダスネちゃま奪還ルートやわ、あれ多分、あっちは。そういうことですね、多分。ゴーダスネちゃま奪還ルート。ただ、いるかなぁ。いや、僕は、もう、ドラ焼きさえもらえれば、それ以外いらないので、ドラ焼き確かめ、打法なんで、ボス戦とかでは多分、すごい効果を発揮するんでしょうけどね。あのゴーダの雰囲気を見るに。ただここで貴重なね、あのドラ焼きを取らないという選択肢がないのよ。引っ張りのすけよ、引っ張りのすけ。おっしゃー、ここ上上上上上、よし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 。あ、右左右左順番で来る。ここはもうちょっと救出ルートは無視。いや、めっちゃ食らってる、マジか。なんでこんな食らってんの、隕石かな。やってもたー。あそこ前にスタンバっとかないとダメなんですよね。怖い、あいつめっちゃ怖い。あー、これは死んだか。よしよし、まあ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 、最長不倒に近いところまではこれたかな、今の。うん、まあ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 、前向きに行こう。どっかでね、もう一個ドラ焼き見つけたらね、チャンスは僕はあると思ってますよ。そのドラ焼きの隠しを知ってるかどうかですよね、このゲームは。本当にドラ焼きから逃げ惑う形で食らいながら無敵時間を利用して、ふう、あんまり食わへんたらなくなる。オッケー、この音にも慣れてきたな。イラつかなくなりますよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、くしゃみ出そう、鼻かゆい。手放すの、まあ、あんま関係ないんで。
あんま歌おうが歌まいがあんま関係ないんだよね。あの隕石ダメージ気をつけよう、本当に。いやめっちゃ食らってるわこれ。分かっててもあそこね通路突っ込んでくるでしょ、なかなかきついよ。あとここな、最後右にちゃんと行っとかなあかんっていうやつな、じゃないともう間に合わないんで、通路なりにきっちりここ行っとかないといけない。あー嫌な動きされた。さあ、あとドラ焼きルート、ドラ焼きをくださいよ。ドラ焼きくれないか。リスクはあるけど、いろいろこう動いてみる。そしてドラ焼きをもらいにかかる。うわあ、ドラ焼きくれ。上もあった今。これやばい、ループしてない？やばいぞ。これやばい。あー、食らったか。くそー。上か下か。まあ、上っぽいね。上っぽい。上っぽいっすね。正直、ボスまで行ければ、まあ、きついですけど、その、可能性はあると思います。慣れればね。言ったら、絶対食らうような瞬間もあるだろうけど、まあ、ダメージは減らせると思うんですけど、それ以外の部分は結構本当にもうしょうがない系の食らい方をしてることが多いので、してることも多いので、集中。上上ちょっと、うわ最悪だ。無駄ループね、無駄ループ。はい、無駄ループ入りました。無駄ダメージ、無駄ループ、最悪ですこれ。そしてそして石が飛んでくる。最初は右にかわす、最初は右にかわす。オッケーオッケー。いや、ドラ焼き探しに行くからこっち行く。ないっすよね、ないね。ただまあまあまあ、ルールというかスネちゃま救出ルートじゃないですか、あっちが。なので、すねさま救出ルートの近くにはドラ焼きポイントもあるのかもしれないという仮説は立つけどね。まあ、実際は食らっていった時には取れなかったんで、ちょっと、ない可能性の方が高い気はしますけど、強引に取りに行った時なかったしね。ここあんまりこの、ドラ焼きを引っ張りすぎるがあまり、肝心の上に行かなければいけないことを忘れると悲惨なことになるので、ここは絶対、そして避ける、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 避ける。よしよしよし。いや、かなり体力温存してるんじゃないでしょうか。いつもに増して、いつもよりもかなり。よし、一匹来て、もう一匹来て、ここですぐに上側のループに入る。よし、倒して。怖っ、ランダミシー的動き。よし、うわあ。さあ、ここや。下向き上向き両方ともあるんですよ。いった、これスネちゃまっぽいけどね。ほらほらほら、早っ。スネちゃま確定救出ルートか。食らったあかんねん。上上上上上上、絶対上、絶対上、絶対上。よし、お、来たんじゃない、来たんじゃない。おお、やれやれやれ。ボスや、絶対ボスや。慎重に行こう。スネちゃまいたらこれ楽じゃない。うわー、これちょっと打ち込みにくいわー、マジか。爆地爆地爆地、倒した。よし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 、イエスイエス。
えたくない、考えたくない。嘘、嘘や、嘘です。え、いや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 、いやです。考えたくないんです。ちょっと待ってください。今僕は今イエスイエスと何回か、ちょっと待ってください。ものすごく辛いです。ちょ、なんでな、なんでな、なんでな。ああいう時ええようにしてくれるタイプじゃないんや。確かに体力はなかったよ。確かに体力はなかった。でも気力を振り絞って最後パッと入れたかな。ちょっと待ってくれや。ちょっと待ってくださいよ。いやー、あれクリアでいいかなーと思う、僕やったら。でもそれは僕の基準やから。クリアではないんやと思う。ドラえもんの基準では。藤子サイドの基準では。それ、クリアではないんやわ。いやー、だるマジで。いや、このだるいわ、これ。名作やけど。名作人を文句言うのはあれやけど、だるいねん、この。くそだるいゲームやな、これ。ああいうことしてくる。めちゃくちゃ頑張っていったのにな。いや、相当頑張っていった、今のは。これ以上のプレイが僕にできるのかと。そう、スネちゃんも吸収できず。地獄や、地獄のノースネちゃまルート。ボスまでは来れるようになったけど一発も食らえへん。この辺りで撃ちまくるのどう。アンチっぽい感じもせんでもないな。このキワキワを狙って、アンチではないんですけど、完全なアンチではないけど、弾も基本的にここまで飛んでくるやつ少ないからいけっかもよ、これ。ここで粘れば当たってますよね。よっしゃー、見たか、こらよっしゃー、ブラブラ。うわ、まだ行くん、まだ行くん、マジか。え、あれ、スネ様とかが、怖い怖い、え、怖い怖い怖い。クリアやね。めっちゃ乗ってる、めっちゃ乗ってる、これ。何この音、ナポレオン戦記と一緒の音や。海底編来た、海底編。うわ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 、カメ、これ。海底編到着しましたので、じゃあ次回こっから行きましょう。やりました。